Hai, konbanwa. Konbanwa, haleluya. Amin. Konbanwa, haleluya. Konbanwa. Haleluya, Amin. Hai, konbanwa. Konbanwa. Konbanwa, haleluya. えーっとそうですねはいこんばんはえー、っとそうですね、えー、はいジュランさんさんよしおさんこんばんはあめんあめン、こんばんははいえー、っと 今日は11月30日、えー、11月最後の日ですね、えー、最後の日です。はい、皆さんお元気でしょうか。えー、今日は最後の日です、えー。ちょっとですね、雨が降ってきました。はい、にゃおこさん、こんばんは。はい、こんばんは。えー、まあ、比較的、昨日今日は比較的あったかいですね。 えー、昨日き昨日今日はですね、比較的あったかいです。きゅうちゃん、捻挫大丈夫ですか捻挫ですか捻挫えっ、ー、と、捻挫はしてないです。捻 <laughs> 挫してないですよ。はい、大丈夫ですよ。えっ、ー、と、それではですね、今日もですね天国の話なんですね。えー、天国の話です。ね。 えー、天国の話は楽しいですね。天国の話をするのはとても素晴らしい。楽しいです。それではですね。うん、<と>はい、それでは、えー、今日もですね、まあこのマイケル・エッジ・イーガー、マイケル・エッジ・イーガーの 地獄の恐怖と天国の壮っていうんですけど、まあ、地獄の話はまだしてなくてですね、まあ、天国の話をしたいと思います。これはエターナルライフミニストリーズエターナルライフミニストリーズという出版社ですねでは、えー、では早速見言葉に行きたいと思います。 早速見言葉を、ねえー、語りたいと思います。それではですね、えっと、ねえっと、はい、読みたいと思います。タイトルの意味わからないでしょこれはですね読んだ後ですね、読んだ後説明しますので。 あのしばらく、えー、我慢してください。これはちょっとあの難しいタイトルでですね。えー、はいはいちょっと難しいですね。えー、っとそれでは。 はい、それでは早速いきましょうかね早速いきたいと思いますは,はいそれではいきます 読みますね、えー、私がこの道にたどり着くとこの道は何色もの美しい平らな石が隣り合わせに入り組んで敷かれてできていると分かりましたそれらの石は高度に磨かれた大理石に似ており金の斑点がたくさんついていましたその道路はまるで 湿って滑りやすい道であるかのようにキラキラ光っていましたけれども私がその上を歩いた時それは少しも滑りやすくも湿っていてもいないことが分かりましたその道沿いにも泥路上にもさまざまなタイプの動物がかなりたくさんいました私がそれらの動物のそばを通った時 私から逃げ去った動物は一匹もいませんでしたまるで被造物すべてが序盤を保っているかのようであり私はよそ者ではありませんでしたむしろ私はこの天国の場所の中のそこに密接に組み込まれている一部でした私が通り過ぎた時これらの動物には 私に対する恐れが全くありませんでした私の心にも彼らに対してどんな恐れも全くありませんでした立ち止まってこれらの動物をなでたり一緒に遊んだりしてしばらく過ごすのはとても素晴らしいことであったはずですまたその草原の中を歩いていきその道路からあまり遠くないところを流れている 美しい川の土手のそばに座りあの、えー、透き通った水の中に足を浸すのも素敵なことであったはずですおそらくこの透明な川の中で泳いでいるはずのさまざまなタイプの魚を座って見つめるのもきっと素晴らしいことであったはずですけれども私には心に深く迫ることがあったのです 私ががそここににいいる間に起こららなななければならないことがあったのです。私は単に将来のマイアジを知るためにそこにいるわけではないことを知っていました。神が私をこの場所に連れてこられたのは人生における私の目的や人類に関わる何かを私に示すためであることは確実でした。 神が私に示そうとしておられるのは、私が歩いているこの道路のどこかの場所であると私は本能的に分かりました私はあざみやとげは何も見ませんでしたこの場所は罪の呪いを一度も経験していませんでしたその道は 森の中心部へとままっすぐに通じていました私の目に見え,見える限りは曲がっているところや曲がり方は全くありませんでしたそれは矢が飛ぶようにまっすぐな道でした私はまるで雲の上を歩いているようでした時折その道の上に石の橋がかかっていました それらの橋はあの道路と同じ石で作らられれていました。そのの橋の下には泡を立てきらめいている透明な水がありました私はその一つの小川のところで立ち止まり橋の上から水の中を見ました水の中を覗くと魚の群れが泳いでいるのが見えました 魚たちは地球のサンゴ礁の魚のように明るい色をして美しいものでしたがそれよりはるかに洗練されていてとてもきれいでした水はとても透き通っていて魚たちは空中を泳いでいるように見えました私が歩き続けていると私の心は これれれらすべてを想像されたた。方への愛で溢れました私はどのくらいの距離をまたどのくらいの間歩いたのか分かりませんでした私が知っているのは太陽が沈む頃だろうと思われるくらいまで長く歩いていたことですしかし光については何の変化もありませんでした最初にそこにたどり着いた時と同じ 全く同じくらい明るかったのです私がこの脅威のことを考えていると空に太陽がないことに気づきましたその光がどこからも来ていないようでしたがそれなのにどこにでもあったのですこの光で私の目が傷つくことはありませんでした実際私の目はその光を深く吸い込んでいるかのようでした それは非常に不思議でありそして嬉しいことでした私の目はこの素晴らしい光を吸収して取り込んでいたのです私が歩いていた時べてが驚くほどに平安で静,静寂でした堂々たる木々が6メートルほどの道幅の左右に立っていました 気がつくと、私は神を賛美して恋愛ししてていました。私は神が私の声を変えておられたことに気づきました私は自分がこんなに上手に歌うことができるとは信じられないくらいでしたそしてこの新しい声で私のすべてであられる方への私の愛を心を尽くして歌い始めました 私はこの場所でとてもくつろいでおり平安であり調和しており決してそこをされたくありませんでした私はそこに属するものとなっていました私は自分がここで永遠に生きるようにされたのだと分かりましたすなわちここは私の自然な環境なのだと分かりました私が歌ったり礼拝したりしながら歩き続けていると 木々は鳥たちでいっぱいになりました。何千何万もの鳥たちでした。木々の間から差し込んでくる光で、その鳥たちがきらめいていました。彼らにはそう荘厳な美しさがあり、そして多種多様でした。色も種類も数えきれないくらいで、大小様々な鳥がいました。少し名前を挙げれば、オウム、カナリア、 鳩インコフィンチなどがやってきました彼らの声は森全体にこだましました私は彼らが神に賛美を歌っていることを私の心の内で知りました彼らと一緒に歌うことができたらいいのにと思わせるくらいでした私は歩き続けているうちに彼らに完全に取り囲まれました それは圧倒するばかりであったため私はそれ以上歩くことができないくらいでした私はそこに立ったままその全ての荘厳さと美しさにうっとりしていました彼らは皆命の創始者であられる方への賛美礼拝警護そして愛をもって声を上げていました 私はそのすべての脅威と美しさの中で非常にうっとりしていたためこの旅の初めに私と一緒にいたあの天使が戻っていたことに気づき,気づきもしませんでした彼は私と並んで立っており木々の鳥たちを見つめていましたその天使はこう尋ねましたこの華麗で美しい鳥たちが すすべて見えますか驚いたことに私はこの天使が戻ったことで少しもびっくりしませんでした描写できないくらいの喜びと平安と静寂以外には何も存在しないのです私は振り向いてその天使に話しました神のご計画とご目的における 一人の仲間のコンパニオンとしてです。私はこう言いました。A、これらの鳥は今誰も見聞きしたことがないくらいに美しくて驚くべき被造物だとは思いませんかその天使はこう言いました。主なる神があなたに明らかにしようとしておられることが何であるかわかりますかその天使が私に言った時私はもう一度振り向いて 彼彼のの頭を、彼の顔ままっすぐに見上げました。私は彼にこう言いました。どういうことでしょうかするとそこからこの天使が私に言ったことは今日に至るまで私を圧倒していることです。私が私の経験の中のこの部分を皆さんにお話しする時私は涙が出そうになります。 私の心の中では深い深いさまざまな感情が今も入り混じって動いています。というのも神は私の人生に委ねておられる働きイエス様が私を救い出してくださったご目的を明らかにしようとしておられたからです。あなたが見上げて耳を傾けているこれらの 鳥たちはあなたの人生の中でまたあなたの人生を通して生じたものとしているもののでであり、影です。これらの鳥たちが種類も色も非常に異なっているようにあなたは将来多くの文化や言語や国々にインパクトを与えることになります。 この言葉で私の知性が一瞬、物が言えなくなったようでした。どうしても意味が通じなかったのです。私はこういったことを覚えています。どういうことなのか理解できません。彼はこう答えました。思考者のしもべよ、知っておきなさい。あなたが今見ているものは、主に対するあなたの従順と上書きのゆえに、 三国の中に導かれることになる男女の魂たちの影なのです。大勢の人々が罪の束縛から解放されるようになります。多くの国と言語と部族の大勢の人々が輝かしい真理を聞くようになり、その真理が彼らを解放するようになります。そして次は、 彼らが聖霊の道からと五輪材によって出ていき、イエス様の皆を取り上げるようになります。ちょうどあなたがこれまでしてきて、またこれからもしていくのと同じようにです。彼らはあの敵の軍勢を押し返すようになります。なぜなら主の日が間近であり、新たな時代の夜明けが来ようとしているからです。 あなたの心を強くしなさい。主にあってまた彼の滞納の道からによって強くされていなさい。あなたの同胞の腕を支えてあげなさい。あなたの足を、彼らの足を洗いなさい。自分をへりくだり、くだらせなさい。しもべとなりなさい。そうすれば主はあなたを用いてくださいます。召されて選べていても、 選ばれていても援助してくれる人が誰もいない人たちを助けてあげなさい彼らの人生の上にある神のメシを成就させるよう彼らを支えて励ましなさいこの神のメッセージメッセンジャーの言葉は私の心を奥深くまで突き刺しました私は倒れてひざまずきそれからひれ伏して えー、抑えきれずに涙を流して泣きました。神は私に語りかけてくださいました。私はもうそれまでとは同じものではありませんでした。主は確かに私の人生のためにご目的を持っておられました。私は人生を解放するために神から召され、善の者によって送り出されました。私は一瞬のうちに、 私の心の内で自分は神のご計画という厳かな機械の中の一つの小さなギアに過ぎないとわかりました。私の心は口には言えない喜びで満たされ栄光で満ちました。その道路の上で私はどのくらいの間横たわって涙を流して泣いたかわかりません。私が気がつくと その天使はいいななくなっていまし,たそして私はもはやその森の中ではありませんでしたはい、えー、今日は、えー、こういう、えー、文章でしたけど皆さん、えー、どういうことだったか、えー、お分かりでしたでしょうか、えー、ポイントはですね ポイントは今日のタイトルにあるように自然は人生のひな形と書きましたけどえここですね、えー、この人はですね天国でたくさんの綺麗な鳥を見たんですねもう何千何,何万羽の鳥を見てそしてその、えー、色とか形とかいろんな種類の鳥たちがもう 自分をこう囲むように飛んでいてものすごく長馬が取れたような、えー、素晴らしい鳥たちを見たんですがその意味がですねその意味がこの方がですね、えー、この方が伝道して伝道してたくさんの、えー、たくさんの文化言語国々の人たちを 救うこと、救った人たちのひなだということなんですね。つまり自然に意味があるということですね。えー、自然が美しいのは、その自然がですね、えー、意味がある。まあ、その,、まあこの場合で、この場合はですね、この今の文章の場合は、鳥たちが、 鳥たちがこの人が伝道した救われた人たちの表しているそういうことを言ってるわけですつまり自然に意味がある自然界に意味があるということになるのではないでしょうかそれを私が読んだ時に知った時に「ああ自然が美しい」というのは意味があるんだ自然が美しいのはもちろん 天国の美しさを反映しているわけですけどそればかりじゃなくて自然というのは霊的な一つの雛形なんだということですごい自然の深い意味をちょっと感じたわけですね自然の深い意味を感じたえまあこの本を読むまではそこまでは知りませんでしたえ自然の意味が分かりませんでした えー、にゃおくさん、この世の鳥も色鮮やかで綺麗な鳥がいます。天国のマヤジですね。そうですね。この世の自然は天国の自然のマヤジであり、また雛形です。そして天国の自然は、天国の自然は私たちがこの人生ど,どう生きたか。 どのように進歩的に生きたのか、どのように伝道したのか、そのことのひな形なんだそうです。皆さん、すごい、すごい、えー、奥義じゃないですかすごい奥義じゃないですか皆さん。びっくりしましたね。私は、あの、朝の、朝の外配信でいろんな自然を見せて、今日も猫をお見せしましたが、えー、そういう自然に意味があるんだ。 その自然に、えー、その霊的な意味があるんだということが、ちょっと見えてきました。皆さん、すごいですね。皆さん、神様が作った万物に意味があるということですね。神様が作った秘蔵物に意味がある。すべてのことに意味がある。皆さん、すごいですね。えー、もう、あれですよ。神様が作られたということは、 意味があってつく作ったことであってでたらめを作ったのではないでたらめを作ったんではなくて素晴らしい霊的な意味を持って作ったということなんですねすごいすごいですね皆さんえっとコメントが来てますねちょっと見てみましょうえっとえっ キーちゃんこけたんですかいや私こけてないと思うけど何かええー、転んだようなことがあったでしょうかええー、てないですよはいそれではえつの部いきましょうかねつの部ですねええー 神様が作った自然神様が作った秘蔵物には霊的な意味があるんだ霊的な意味があるんだということが分かった角部天国の天国の鳥たちはまあこの本によるとこの方のえ伝道した人たちの、えー 文化や言語や部族を表すことが鳥の種類だということが分かった神の作ったものにものすごく深い意味があるということが分かった角部。 ちょっとその上短くて申し訳ありませんはいそれではですねそれでは明石タイムいきましょう明石タイムイエス様を信じて神の作った自然はなんと美しく、えー、花々木々 神様の作った秘蔵物はものすごく美しい。そして、なおかつ今日、神が作った自然には霊的な意味があるということが分かった証し、霊的な意味があるということが分かった証し、スタート、スタート、スタート。 こんな美しい世界を作ってくれてありがとうイエス様こんな天国の話を聞いていると自然と笑顔になります自然を使って天国を少し見せてくれているのだと分かりましたアメン 私はノンクリスチャンの時から変わらず美しい自然が好きです吉尾さん生かされていることへ感謝します。 イエス様が日本の王になるべきだと思いました朝の放送で綺麗な自然や花を見せてくれてありがとう見た目がどんどん若返っているのでびっくりしていますにゃおこさん今日もモミジがとっても綺麗です癒されますアメン。 神様の作った素晴らしい自然はワンダフル君が代ではなく賛美歌を歌いたいですイエス様以外信仰しないことをここで誓いたい十字架を見せて。 十字架を見せてこの前長野で美しい景色を見ましたきっとイスラエルもこんな風なんだろうと思いましたこの様子を見てイエス様に祈る仕事を知ってるから無職じゃないんだと思い込むようになったその通りですよ 祈ったら日本,は韓日本と韓国は仲良くするべきだと悟りました私も自然を見て癒されます。 どんなに困難でくじけそうでも、イエス様を信じます。安楽死をしてもいいですかダメですよ。ダメです。安楽死じゃダメですよ。ジョンソンさん、ね、生きてる意味があるんです。生きてる意味があるんです。イエス様のためにいい、いい働きをしてください。 神様を通じて自然を美し自然が素晴らしいと思いましたこの放送で自殺願望が減りましたアメン。 私も韓国人ですが、自然は大好きです。 町田にもまだまだ自然が残っている気がした。意外と多いですよ。町田はまだまだ自然が多いです。この放送の影響で初めて韓国に行ってみました。良いところでしたよ。 日本は韓国への偏見を捨てるべきだと思いましたこの放送は超自然だと思いました。 はいありがとうございました。ありがとうございました。はい。アメンアメンはい。ありがとうございました。アメンはい。アメン信仰するのと働くのどっちが大事ですか 大切ですか信仰するのが大事ですね信仰の方が大事です自国に行かないためにもイエス様を信じ続けますアメン油注ぎが来て窓を開けて大声でアーメンと叫びました はいそれではですね、あパラダイスギ・ギンズさん、こんばんは。それでは、ファイナルメッセージいきます。はいえー、ジサムソンさん、この放送を見ると、トリップしたような気分になるんですが。 これは精霊体験なんですか油すぎでしょうか油すぎを放送を見ているだけで油すぎを受けます。放送を見ているだけで油すぎを受けます。毎晩祈ってます。アーメンえー その天国はね、美しい、天国は素晴らしいということが多かったんですけど、今日はさらにですね、そのただ、天国は美しい、素晴らしいとこだというだけじゃなくて、その天国の素晴らしいものの意味ですよね、びっくりしました、ねただ、美しいっていうだけじゃなくて、そこに意味があった。美しい 美しい鳥たたちの意味があったそれは多くの人が救われるということの意味だということを見て何かですねワオっていう何かですねえその意味が分かるとすごいですよね皆さんですから皆さんこれから自然を見る時にですねその自然,自然の意味を理解しましょう。自然の意味を ねこう考えてみましょう、えー。自然には意味があるんだということで、えー、これから、えー、そのま創造論私たちは創造創造論のね創造科学って言ったらいいでしょうかね創造科学を勉強していますチャージスクールでは創造論を教えています進化論は教えませんね 進化論は、えぇ、ー、馬鹿げています。馬鹿げていますね。えー、想像のを教えますが、さらに、さらにですね、えー、神様の想像には意味がある。進化論には意味がないでしょ進化することに意味がないじゃないですか。偶然ですからね。それは虚しいですよ。しかし、神様が想像したことに意味がある。 目的を持っって作ったまさにそこに素晴らしさがありますよねえー、偶然偶然できたものには意味がないんですよですからね進化論を信じてる人たちは、えー、生きてる意味を持っていないんですよ進化したんですからね生きてる意味がないんですでも私たちは意味を持って作られたと信じてる私たちには 生きるる意味があるんですそれは意味を持って作られたからですね。兄弟姉妹の皆さん、私たちは意味があって作られたのです。意味があって作られたのです。無意味に作られたのではありません。素晴らしい意味があって。素晴らしい尊い、尊い目的を持って作られたんです。皆さん、知ってください。そして喜んでください。 神様は私たちに素晴らしい目的を持って作ってくださったんです。素晴らしい目的を持って作ってくださったんですよ。ですから私たちは生きる意味があるんです。生きる意味があって、素晴らしい目的があって、尊い人生があるんです。尊い人生があるんです。皆さん、すべての人ですよ。すべての人に。 作られた意味があって、えー、生きる意味があるんです。それを、えー、しっかり理解しましょう。理解しましょう。信じましょう。信じましょう。神様が素晴らしい目的を持って作ってくれたんです。素晴らしい目的があるんです。素晴らしい目的があるんです。信じましょう。喜びましょう。今日の放送を聞いて、うんうん。そっか。 自分も作られた素晴らしい目的があるのか。だとしたら、その目的で生きていきたい。目的のない生き方ではなく、目的のある生き方をしたい。イエス様を信じて、そういう人生を歩みたいと思う人。アメンアメンアメン意味のない生き方ではなく、価値のある、目的のある、尊い生き方をしたい人。アメン イエスキリストを信じて、尊い言い方をしたい人、アメンと言ってください。アメン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 。てとと様、感謝します。私たちは、何のために生まれてきたか、多くの人は知らないでいます。しかし、 私たちは本当に素晴らしい目的。神様の栄光を表す目的。イエス様を信じて。イエス様を述べ伝える目的。人を救う目的があるということが分かりました。素晴らしい人生。素晴らしい価値のある人生。永遠の意味があることが分かりました。どうぞアメンといった方々が、その意味の中で、素晴らしい 歩みができますように、スタートできますように、イエスキー人を信じて父の御心を行う人生、えー、良い行いをする人生、どうぞイエス様、彼らの罪が許され、聖霊を受け、神の恵みによって、神の力によって歩み始めますように、歩み始めますように、祝福してください。祝福してください。 えー、あなたが清めてください。あなたの血潮で、彼らを清め、清い器として、神の栄光を表す生き方が始め、始めることができますように、用いてください。支えてください。生かしてください。感謝します。日本にリバイバルが来ますように、日本にリバイバルが来ますように、日本を救ってください。イエス様、どうぞ日本を救ってください。 イエス様の皆によってお祈りしますア。アーメン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 。はい、ありがとうございました。それではまた明日の朝、えー、朝の放送、お会いしましょう。おやすみなさい、シャローン。おやすみなさい、シャローン。シャローン。